ウィリアム PC バートンウィリアム PC バートンはアメリカ合衆国のグミー植物学者であるフィラデルフィアに生まれた父親は法律家でアメリカ合衆国の国字をデザインした人物で叔父のベンジャミン・スミス・バートンは著名な植物学者でアメリカ哲学協会の副会長を務めた人物であるプリンストン大学で伝統的な古典の教育を受けた 大学で有名な人物の名をミドルネームにつけることが行われ、バートンはフランス共和国軍と戦ったスペインの軍人ポール・クリヨンの名を選び、その後もウィリアム・ P.C. バートンと名乗った。1805年にペンシルベニア医学校で叔父のベンジャミン・スミス・バートンの下で医学を学び、叔父の影響で植物学への興味を持った。 アショウ酸ガスの神経医療への研究を1808年に発表し、医学の学位を得た。23歳で合衆国海軍での軍医の道を選び、解決病の予防のために、ビタミン C の重要性が知られるようになる前に、感染にレモンやライムを乗せることを勧め、海軍大臣に直接働きかけたことで、同僚の怒りを買った。1811年に、 海軍病院の設置する法律が成立すると、海軍大臣のハミルトンは、病院運営規則の作成をバートンに依頼した。当時船内の設備は劣悪であり、また向上的な海軍病院もなく、海軍交渉に仮設の設備があるだけであった。バートンは、医師、職員の人容資格などに関する草案を起草し、海軍は議会に提出した。 海軍への女性看護師を雇用の推進も行った。その後も海軍医療の管理の分野で働いた。1815年に、おじの市の後を継いで、ペンシルベニア大学で植物学の教授となり、ペンシルベニア学校でも薬用植物の講義を行った。1828年から1年間、ジェファーソン一家大学の学部長を務めた。臨寝協会の会長。 アメリカ哲学協会の会員など多くの学会の会員を務めた。弟のジョン・デア・バートンは、バートン監視の発明など下界として、業績を上げた人物であるバートンの植物がゆりの木 WPC ・バートンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム PC ・バートンを示すのに使われる。ありがとうございます。